は、感染症法上の位置づけが5類に移行されてから初めて、定点把握による感染者数を発表しました。県は、5類移行後の感染者数の集計方法について、県内84の医療機関による1週間分の定点把握に変えています。今月8日から14日までに報告された感染者数は361人でした。 内訳は、新潟市が77人、長岡地域が65人などで、1医療機関あたりの感染者数は前の週と比べて増えているということです。一方、病床使用率は10%ほどで横ばいだということです。県は、体調不良のときには検査キットなどで感染をチェックし、陽性だった場合は外出を控えることなどを呼びかけています。